と。忘年会以来。まさかのあやとしおりみちゃん。豪華にしていいの？意味で知らない。これじゃないの？むずくね？頑張れ。これが青も絶対無理、惜しかったね。トッピングとかもできるようになってまして、チーズケーキ、ティラミス、抹茶。ちょっと新しい感覚のいちご飴っていう。いちご飴とロングがあるんですね。いちご飴、ロング。これ食べてみたいね。いちご飴、ロングを食べたいと思います。はい、食べる。トッピングはなし。なし。じゃあもう一本はトッピングあるんですか。そうだね。色だけですね。味も一緒です。すごくないですか。ツヤツヤカチカチ。すごいってボトって言ったらちょっとかわいそうなのに、いちご飴ちゃんが食べたいと思います。めっちゃ映えということで、いただきます。めっちゃ音減ってきたところ、結構無理だよね。いただきます。これ何、一気にあんって食べるの？半分あんって舐める。お互いどっちが美味しいか、喉気をつけてください。ジューシー。でもいちご飴の味がすごい強い。あ、そういうこと。最後はティラミスだけど、後からいちご飴が。その通りでございます。これぐらい美味しい。パパも食べたいでしょ。じゃあちょっと回りながら。はい。何？タイムの。これ？ミルク。抹茶ミルク。これ四つなんだって今。この4つなんだって。また来週お待ちしてください。
け達成する、制覇する。頑張る。キャタイムは初めてなのでどんな感じか分かんない。あの予想よっか、粒がでかそう。行ってください。キャタイム小嶋さん、映っちゃって大丈夫ですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？めちゃくちゃ可愛い。
惨事大惨事大変なことになった。エクラスイでございます。皆さんご覧ください。